高次、雄二月は南北朝時代の武将。足利氏の出事を務めた孔子の一族。孔子明の子で、母は上杉重義の妹、兄弟に修行がいる。子に孔子栄。関東は陸守。関能の上乱では、父の仕明と共に足利忠義法の武将として行動しており、他の孔一族とはたもとを分かっている。 文長年、ガ昌平七年に、忠義が鎌倉において滅ぼされた後は、鎌倉府の足利元氏に仕えた。常時元年、昌平十七年、関東出事として、重きをなしていた、畠山国清が元氏と対立して失脚すると、公認の関東出事として、私有が指名された。 しかし、常時2年、昭平18年2月に出された報酬を最後に、発給文書が見られなくなり、翌3月には、越後にいた、上杉範明に、出事復帰要請がなされている。当時の関東出事は2名認じられた事例もあり、範明の関東出事就任に伴って、死由が関東官僚を辞したとは限らないが、鎌倉大日記での記載によれば、 翌上寺三年二月に死去。これを裏付ける資料として、死守期、同年五月二十三日上には、全男女消失、武田信明を、十五以上公私有卒後に欠員となっていた、仏守に任ずる、胸の五月十二日付戦時が掲載されている。なお、私有以降、 植杉氏以外の関東管連は任命されておらず、植杉氏以外出身の最後の関東管連となった。ありがとうございます。